はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというとですね、まあ雑談系なんですけどね。まあ元々の予定はね、元々の予定とも言ってしまってるけど、何をやっていこうかとしとったかというと、おにぎりチャレンジとアクエリアスチャレンジのね、取りだめをやっておこうということでございましてですね。まあいろんなところのね、ところ行っておにぎりとあれを食べてね、今ショートで開けてるやつですね。あれをドカッとちょっと取りだめしとこうかなというところだったんですね。なかなかね、毎日、絶対できるよっていうね、あれだったらいいんですけど、まあ言うて、ちょっと仕事からね、朝が4時半とかね、4時とかに家を出たりとか、いう風になってくると、やはり、ギリギリに起きてしまってね、できないよっていう時もあったりしますんで、さあどうしたものかなというところでね、まあ取れる時にね、取っとこうということでね、まあ今日ちょっとね、用事があって、樽坂の方に、ね、来てたんで、まあクリーンセンターですけどね、あそこにちょっと溜まりに溜まっとったね、再生ゴミ、要は4時出勤とかなんで、ゴミ出しの時間にゴミが出せないんですよね、うん。ですので、まあ、夜勤の時にね、あっちは、生ゴミ、燃えるゴミはね、夜勤の時にうまいこと出せるんですけど、なかなかね、これがね、なんだ今週夜勤の時も結局寝落ちしとって、起きれなくて、出してなかったり、それもね、あったんで、生ゴミ丸2週間ね、溜めとくと、匂いがとんでもないことになっちゃうんで、うん。というので、クリーンセンターに、もうまとめて他の、ちょっと資源ゴミも、缶とか瓶とかがね、まあ酒の瓶ですね、大量に溜まっとったんで、それをね、とりあえずもうガサ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 ーと、袋に、2袋分ですよ。袋2つ分ありましたね、瓶だけで、酒の瓶だけで、ウイスキーとかね、やっぱジンを飲むんでね、そのあたりが多くなってしまうんですよ。で、そういうことはいいんだ。っていうので、やってきとって、それでダオってやって、それがないのにバンバンバン、バンバン買って、バン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 と音ってね、バンバンバーンとね、つくとこうっていう、計算だったんですけど、今の計算ですからね、山梨式の計算こんなもんですからね、うん。なんですけどね、今ね、一発目取り始めてるわけですけどね、時刻は16時30分なわけでございますよ。まあやらかしましたね、まあ夜勤明けでね、完全に寝落ちしましたね、うん。で、とりあえず慌ててね、ゴミをわーっとまとめて、急いで縛って、クリーンセーターに行って、さあ、じゃあ取り始めようか。やけどね、さあ、一発目、まあ、あのあたりやとね、結構ね、コンビニになるんですよね。やけど、コンビニやとアクエリアスが高いと。あ、これはよろしくない。じゃあ、スーパーに行こうと思って、今、山城のマックスバリューに行ったんですね。山城のマックスバリューに行って、さあ、いざ買い出しをしようと思ったら、なんとね、財布を家に置いてきたと。うん。いやー、これは参りましたね。あ、ちなみに、ちゃんと、免許証はね、隠しておくけど、免許証も、おっと、ここも隠さないといけないんだ。どう隠せばいい？こう隠せばいける？うん、ちゃんと免許証持ってますからね。うん、免許証も持ってる、スマホにね、入れてあるんで。うん。そう、近所にコンビニとか行くときはね、もうスマホで、もう、バーコード決済できちゃいますんでね。これでパッとできるし、いざね、ネットとかで繋がらんとかでなってもね、まあそれ用のにね、いくかも持ってますんでね、いざとなったらこれで払えばいいっていう風になってるんで、まあこれでことされちゃうんでね、それで出かける癖がついちゃってて、財布をね、見事に置いてきましてね、マックスバリューなんで、あ、しまったー。うん。まあ一応、バーコード決済できるけど、バーコード決済できないんか、そこはできないんですよね。うん。なので、あ、しまったと思ってね。とりあえず、取り急ぎ、山城のそのマックスバリューだったんで、とりあえずこっちのね、山城の青木、薬の青木に行きました。こっちだとね、ユペが使えるってことでね。それでね、うん。やってこうかなと思ったんですけど、あれなんですね。薬の青木って言うと、生鮮食品コーナーがめちゃくちゃ大きいっていうイメージがあってね、小物のところなんかそうなんですけど、ここはね、めちゃくちゃ生鮮コーナーちっちゃいんですね。なんでしょうね。やっぱ、イオングループなんで、ね、ピアゴの的なりにある青木がめちゃくちゃ生鮮食品が大きいんですけど、マックスバリュー、同じイオングループのね、親方がね、やってるところの的なりだと、あら、生鮮食品コーナー、あら、全然ないし、あら、デリカコーナーもないのねっていう、なんか普通のドラッグストア感が出るのねっていう、ことでございまして、まあ、これでやっぱちゃんと積み上げやってるんでしょうね。同じグループですからね、そこでね、やってもねっていうことでね、まあ、あと多分店舗の大きさの規模もあるのかなとは思いますけどね。
っていうことなんでね、とりあえずアクエリアスチャレンジをね、早速取っていこうと思うわけでございます。で、もうね、時間が時間なんで、どこまで取れるかわかりませんけどね、あと、あれですね、これのせいで、行けるところはスーパー関連とかね、バーコード決済できないところ寄れなくなっちゃったんで、まあどっちにしても時間ももう1時間ぐらいしたら日が落ちちゃうんで、この企画何かね、まずいてね、昼間しか取れないんですよ。うん。屋外の場合ね。中だと、家の中だったらね、ライトもつけれるし、照明もつけれるでいいんですけど、そこだとね、やはりそれがないといけないということでね、これはしまったなということでございまして、まあとりあえずでも撮っていくしかないということで、ね、だからどうするしかないか、こういうわけのほかの喋りをとりあえずもう動画として使うしかないというわけでございますね。ということで、ね、早速ね1本目飲んでいこうと思います。そう、これもね、これはあったりとか準備しながらねやってるわけでございますよ。さあということなんですけどね、まあ言うてね、口の中口内でいくとってまた痛いしね、うーんっていうところなんですけどね。さあてと準備していこう。はい、どこだったっけ。そう、縦取り動画用のやつ忘れてきたんですよね。ということでね、さあさっとやっていきましょう。よいしょ。薬の青木山商店。外時計の時入れとかないとわからんくなるんですよね。まあ、こんな感じで撮りながらやってるわけでございますよ。今のところも、あれですね。あ、そっか、両方で使えばいいんだ。別に一つの動画の場所をね、一つの動画で使う、しか使っちゃダメっていうルールないですからね。使い回せば、よーし、これでもう撮れ高が倍増じゃないですか。いいですね。絶対良くねえけど。よいしょ。そう、普段はね、縦撮り用に古いスマホで撮って、こっちでスクリーンショットとかそのあたりのね、ストップウォッチの方ね、測るやつを撮りながら、で、時刻合わせ、音合わせをしといてね。で、そう、あれ、パワーディレクターって音合わせの機能が結構優れてまして、複数のね、ビデオに撮ったやつを音合わせしておくと、音合わせするっていうボタンがあるんですよ。シンクとか、同調ボタンっていうのがあって、それを押すとね、一発でできるんですよ。あれ便利ですね。さあ、ってことで、どうしようね、山城駅の方からコンビニあたりかな。回っていこうか。場所で言うと、これ、こう、山城駅の近くなんで、桜神社が近くにあるんですよ。これ、桜神社ね、駐車場がね、あれだったら、久しぶりに寄ってって、みたいとこでもありますけど、ちょっとね、あそこ、確か駐車場がないんだよね。来週そんなに出かけれないもんな。まあとりあえずしばらくあれですよ。アクエリアスチャレンジ、おにぎりチャレンジはね、まあ本当はね毎日アクエリアスってね、言いたいところなんですけど。ちょっと何日かやっぱ穴が出勤前に、ちょっとね寝落ちしてギリギリに出るときはね、これね言うて朝一ね撮るとかって言ってもまあ10分ぐらいでできるんですけどね、寝坊しちゃうとねやっぱ遅刻するわけにいかないですから、なんでねそのあたりがねやっぱね厳しいですね。専属ね、先週でやってるのと違って仕事しながらっていうのがねどうしても前提ですからね。
よいしょ。